皆さんこんにちは。今回は福袋オーダーを引こうかと思ったんですけど、このねアニマルオーダーのパワーライズ4があまりにも魅力的すぎて、やっぱこっち引こうかなってちょっと思い始めてるんですけど、まあ、ちょっとね作戦を考えてるんですけど、これねパワーライズ4のオーダー引くじゃないですか。でまあパワーライズ4が出たら撤退するじゃないですか。でまあなんか11250ジェムが残ってたら、まあこのゲーシュンオーダー引いて、でこのなんかリズベットダミズの片手コンあるから、まあこれが出たら撤退して、でまあ残ったらなんか福袋を引こうかなみたいな、なんかそれでね福袋を引けたらいいじゃんみたいなちょっと思ってきて、まあだからねこのねアニマルオーダーをね引いていこうかなってねちょっとね思ってるんですけど、まあ、ちょっとねアニマルオーダー引こうかと思います。とでも言うと思ったかこんなん引かねえよーだ。俺がね引くのはね福袋なんすよ。このねコウの福袋引いちゃうもんね。これにね俺の持ってるジェムね全部ねぶっぱなしてやっからよというわけでね、あの福袋引くんじ引いちゃうんですけどね、まあちょっと前ねあの福袋をね解説動画で言ったんですけど、このねコウの福袋オーダーねユージオが入ってるんですよ。あのヒロインたちってこれ書いてあるんですよね。でユージオなんか入ってんだよね、意味わかんないんだよね。でこれあのもうちょっと下行くとね、あの実はねユージオ以外にもね男が入ってるんですよ。よーくねその耳かっぽじってね聞いてもらいたいんですけど、ここねよーく見てほしいんですよ。このねあのバリトンアタッカーエギルとかさ入っちゃってるんですよ。こいつらヒロインなんすかこいつらヒロインなのねえクラインとかエギルとかこいつらヒロイン扱いだそうですね。これヒロインなんだよねだってほらソードアートオンラインシリーズのヒロインたちをセレクションしたって書いてあるよ。星オンノとか書いてないから、もうこの人たちだ。あれ何ヒロインって言ってんのまあねちょっとね引く前にね、まあそういう茶番はまあこれくらいにしといて、まあねあのちょっと始め、引いていこうかと思いますね。引いてみようと思います。まあ、視聴者の諸君らにはね、なぜ私がコウの福袋を引くか疑問に思った人も、まあ、いるかもしんないんですけど、まあ、白じゃなくてコウを引くのにはね何か理由があるんじゃないかってちょっとね勘ぐってる人もいると思うんで、まあ、結論から言うとですね、そんなものはねえってバーカそんなものはねえんだよただ引きたいから引くだけなんだよ俺はねダーミスのねオノモットが欲しいからね、本来は白の福袋をね引きたいところなんですけどね、そんなの面白くねえんだよ面白くねえんだよ。こっち引くに決まってんだろうがよこっち引くんだろうがよ皆さんはさあのこういうガチャ動画見るときさ、もう多分いつもさ何気なく見てると思うんですけど、もうマジで一回さもう YouTube とかやらなくていいから、もうなんか自分で一回実況してみるつもりで引いてみてほしいです。もうほんと引いてみ、一回あの実況してみるつもりで、もう一回ねこれだけは言っておきたい。本当にもう本当に面白いこと言うのマジで難しいからなんかもう面白いこと言おうとしても、もうなんかね、これね、星音とか出ない限り、もう見ているものがいつもと同じ風景すぎるっていうか、もうマジで、何の変哲もなさすぎて、本当に何言っていいかわかんない。マジでやってみ、本当に。何言えばいいの、これ。もうマジでさ、もう星さん、男来んなよ。男来んな。これ女のオーダーだから、男来んな。はい、男くんな、マジで。なんで男、なんで男いんの、おかしいって、マジで。女来い、女来い、女のキャラ、
女性キャラ来い。あー星さん、星さんの女性キャラ欲しい。やったー、大当たり。めっちゃレア度高い。星さんっすよこれね。皆さん知ってますか、進化すると星4になるんすよ素晴らしい。あ、おお、当たります、当たりました。なんだ、片手直剣、あ、直剣、あ、短剣だった。うわ、ゴミ、うわ、ゴミすぎなんだよこれマジで、ゴミ。おめえ誰、もうマジでこれでいいの来なかったらマジでジュースおごれよお前、ジュースおごれよお前、出なかったお前ジュースおごれよ。ほら、え、なにこれ、え、ヘアアレンジリズベット、え、マジ舐めてんだろこれよ。え、なにふざけふざけんだ、え、マジで、え、でも、うーん、でも打属性モンスターからの被ダメージを軽減、まあ打属性モンスター多分、残属性が弱点の敵かな。で、まあ、防御力 4% しょぼすぎるけど、タンクで使えなくもないけど、あまり優先度は高くないっていう感じですね。あー、くそ、舐めやがって、もう、もう一回引いちゃいます、これ。マジなんなんだよ、これ。来い、なんか来い、来い、オベイロン来い、オベイロン当たれ、オベイロン、オベイロン来い、来い、なんか来い、なんでもいい、来い、来い、オベイロン来い、オベイロン、なんだよこれ。もうイルファングザコボルドロード当たれ、イルファングザコボルドロード来い、イルファングザコボルドロード実装しろ、イルファングザコボルドロード、あー、イルファングザコボルドロード欲しいよ。イルファングザコボルドロード自分で操作して遊べるようにしてほしい、マジで。イルファングザコボルドロード来いよマジで。なんだこいつ、なんだか、ハゲ、ハゲ来た、この 星3以下のハゲ頭はシャシャリ出てこんでええわダーミスのオノモットハゲ頭はね、10回ぐらい連続で来てもらってもいいですけど、もうこのね、もうこのハゲーって感じ、もう叩かないでください、叩かないでください、あなたは私の心を叩いてる、このハゲーって言いたくなる。もうハゲ頭、あのいいハゲ頭はね、全然あの別にハゲってあの悪口ではないです、あのすごく便利で、もうはあのもうなんかあれ、エギルだって頭髪ないのにめっちゃかっこいいじゃないですか。まあこのハゲって言った人は、まあ、どうなのか知らん、何を思って、まあ、言ってんのかなと、まあ何を思ってつか、まあ、あれはなんかちょっと悪口っぽいですけど、もうなんか、うーん、エギルなんでさ、ヒロインばっか出るオーダーでさ、エギルがさ、なんでさ来るんだよマジで。なんでさ、これさ、福袋引いてるよね俺。俺引いてんのこれさ、福袋で合ってるよね。なんか星3しか来ねえんだけど、意味わかんないんだけど、20% だよねこれ。待って、俺引いてるオーダー間違えてる、なんでさ、なんでさこれ、もうなん、え、あ、お、そろそろ来るか、そろそろ来るか、覚醒の演出、あ、これ、あ、あ、なにこれ、あ、あずき、え、アルゴ、おお、煮込み、ボイスないのボイスないんかよ煮込みアルゴとかさ、アニマルオーダー引けばいい。お、お、斧、斧、なんだろう、お、モッド素材とか来い。お、あれ、これ持ってね、え、これ持ってる気がする、え、嘘だろこれ、え、え、待って、ちょっと待って待って待って、え、これどういうこと、いや、いや、かぶってるし、あ、かぶってるし、え、かぶっうっはやばい、涙出てきたくっそこいつ、うわうわおや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 
およよ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 よ。わしこれ、うっす疲れたふざけんだよマジで、この野郎、この野郎マジで舐めやがって。俺こんなことで俺がひるむと思ったか。俺もう一回引くぜ、もう一回引きしょーしゃーまーす。はい、斧です。はい、斧だけど、まあおそらくエイキルが、おお、いきなり来た。お、なんだろう、なんだ、星4か、星4確定、確、あ、演出ない、元素材、元素材、元素材、うわー、あー、持ってるー、持ってるー、くっそー、やめろ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 うわ、なんでそ、あれす、うわえ、なんかさ、もしかしてさ、お、おおおおおお、なに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 、え、なに、え、え、え、待って、今キラーンって演出あったじゃん。え、覚醒とかモッドとかじゃないのあれって。え、え、そんなパターンあったっけ。もう長らくさ、もうなんか、あれ、そんなの来てたっけ。なんか昔そういう演出出たんだっけ。いや、なんかあんまり演出とか昔実はこういうガチャ動画やるまで気にしたことなかったからさ。でも来い、イルフ、あのコボルド、イルファングザコボルドロード来い、フスクスサベイカントコロッサス当たれ、来い、テイムで来い来い、うわー、まあ女の子だからいいでしょう。まあ女の子はまだ許すよ、星3以下でも。だがね、エギル、お前はダメだまあエギルでもいいけどさ、エギルもいいよ、いい人だし。クラインも持ってんだわ、持ってんだわ。はい、確定枠かどうか知らんけど、おー、来い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 。あ、まあイラストは好きだけど、なんかリアクションしづれえな。あ、来た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 、来い来い来い、俺は勝つ、俺は勝つ勝つ勝つんだ。こわー、お前誰だよ、本当におめえ誰だ、マジでマジでおめえ誰だよ。まあ、で誰かわかんだよ、もうアスナさんっていうのわかってんだけど。まあないよりはいいかな。うん、あの突き進む英雄キルと思ってはいるけど。おお、覚醒覚醒覚醒きた覚醒きた、おい来い、おおー、あー、でもHP が少ないほどクリティカル発生率が上昇、持ってるね。まあ 5000GM でこの結果すごくいいんですけど、星4がいっぱいで、ただまあ、持ってるものもいっぱいあるし、ほとんどゴミなんですよ。ほら、これ。お前誰だよって言ったやつ、これさ、フィールド上のさ、オブジェクトによる回復効果を受けているとき、クリティカル発生率。ふざけ。あ、でもこれ、あ、クリティカル率 100%、あ、でも 100%、あ、でもこれだって、貫突で 35% でしょ？いやー、これは、事件ね。マジ、こんなスキルで、こんなゴミばっか出てることが事件だと思う。事件ねって書いてあるけど。事件だよ。え、マジでさ、え、なんで2万ジェムもあったのにさ、え、普通にパワーライズ4さ、あ、もう一回引いちゃおう最後の5000俺は逃げねえ、俺はね、こんなことでね、逃げないよ。あのね、そんなので、ビビってね、福袋引かないって、もうそんなのつまんねえだろ、マジで。そんなんつまらん。もういっぱい福袋引くわ。もうね、被ってもいい。もう知らん。もう知らねえよ。
もうどんどん引いてっちゃいます。もうね、こんなバカなことこんなバカなことみんなできねえだろ俺はな、全部引いちゃうんだよ。すげえだろ、こんなバカなことお前らできるかあのね、かぶれまくってね、もう普通の人だったらね、精神がやられてね、もうなんか逃げ腰になって他のオーダー引くことになると思うんですけど、あのね、まあこのね動画を見ることでね、いかにねひどい結果になるかっていうのを身をもってね、身をもってというか見学していってくださいもう本当これは、お、そろそろ来るか、星音が来い来いよー、この、このあー、持ってるー持ってるー、お前なんてことを、もうそんな、もうそれくらいじゃメンタルやられねえよ。もうこれから、これからもう全然もう揺らがないよ、こんな程度じゃ。私はもう無敵のメンタルを手に入れた。もうね、この程度で俺がひるむとでも思ったかマジで福袋ゴミお前らマジでさ、ゴミこれゴミだと思っていい、本当に。うわ、ほんとやだこれ。マジでさ、あのさ、Eスキル率とかさ解析したけどさ、ゴミなんだよねアインクラッド闇袋オーダーです、これ。おお、Eスキル来たけどよ、あ、いいけど微妙、いいス、ああー、Eスキルだけど、求めてるのとは全然違う。あ、演出がね、うわー、あー、持ってる、うわー、うわー、あらららら、うわー、うわー、やめてマジで福袋引くなお前ら、もうやめ、もうお前マジでやめた方がいい。お前らマジで発狂してお母さんって叫ぶから、本当に絶対叫ぶことになる。叫ぶ人は俺しかいないかいやマジでやめとけってこれ、クソすぎんだけどマジで、今世紀最大のゴミオーダーなんだよこれ。あ、これはいいんだよまだ、昼見体制でしょだって。え、これで、ね、待ってつらっ、え、マジ、え、嘘だろ、え嘘だろマジ、おかしいこのゲーム、ガチャっていう制度やめませんマジで。え、もうさ、なんかさ、一世一代の、一世一代っていうか、なんかこれさ、ね、十分さ狙える位置にあるオーダーがあるのさ、せっかくこんな頑張って勇気振り絞ってさ、これ引いてさ、おい、なんかせめてさ、ギルランで活躍できるようなさ、スキルとか来るかと思ったんだけど、そんなスキルさえ来なくて
こんなことある？マジでひどくない？これ、え、ちょっとさ、福袋、2万ジム使ったんだよ俺。 2万ジム使ったんだよ俺。もう一回言う、大事なことだから言うけど、マジでね、おすすめしないね。うん、いや、ほんとね、あの、悪いことは言わね。ほんとに、もうやだ。あのね、もうなんか、すげえ、解析、いろいろ解析して福袋もいいよとか、もう散々言ったけど、あの、みんなね、結局こういうことなの。あの、一回こういうね、一回っていうか、今までも結構爆死あったんだけど、まあ、こういうことが立て続けに起こると、いくら、なんか、いいスキル当たるかもとか、これくらいの割合でとか言っても、こういうことが起こるんです。もうね、福袋ははっきり言います、もうゴミ。もうね、あの、もうこういう悪口みたい な悪口っていうの、なんていうの、こういうさ、あの、批判的なこととかあんま言わないようにしてたの。なんか、まあ、上かわいそうだなみたいな思って、なんかさ、あの、SAOVS とかでもさ、なんかやたらさ、批判的なさ、あの、批評する YouTuber とかがさ、そういろいろさ、なんか文句言いまくってるから、もうなんかかわいそうだなって思ってたので、これは、いや、だって前、福袋引いた時もさ、めちゃくちゃ当たりみたいなの一枚も来なかったんですよ。うん。もうそう考えると、うん、まあでもね、あの、別に引くオーダーは選べるんで、で、なんか知んないけど、始めたばっかの人っていいスキルばっか来ること、なんか始めたばっかとか無課金の人とか、そういう人はなんかいいスキルばっか来ることが結構ある気がしてるんですよ。まあそういう人たちはもしかしたらいいスキルいっぱい来るかもしんないですけど、なんかね、まあこういうね、アニマルセレクションオーダーとか引けばね、全然ね、あの、外れることってあんまりないと思うんですけど、まあ、やっぱね、引くオーダーによってこれくらい差があるって話なんですよね。だから、まあ、こういうあの、オーダー引いてってステップ5まで行ってとか、まあ、そういうのすればこういうね、あの、大惨事にまでにはならないと思うんで、まあ、正直さ、こう、芸集オーダーとか引いて、で、こうね、アクセルスキルとか当てて、もうアクセルすげえ楽しみたかったんですよ、こういうさ、まあ、こっちでもいいんですけど、まあ、こっちはちょっとステップ3までしかないんで、新星4とかないんですけど、新星1枚確定とかないんですけど、まあ、これでね、まあ、アクセルアビリティとかでさ、あの、アクセルの時間延長とかして、まあ、遊びたかったんですよ、まあ、こういう弓とかさ、まあ、あの、56層ストーリークリアすると縦アクセル、まあ、もらえるじゃないですか、報酬で。でもそれ片手武器でしかできなくて、まあ、縦だから、まあ、両手武器のね、アクセルとかも欲しいから、まあ、遊んでみたい気持ちがあったんですけど、もう勇気を振り絞って引いても、まあ、これなんで、まあ、皆さんはね、まあ、始めたての人は福袋引いてもいいかもしれないけど、ちょっとね、まあ、こういう結果を目の当たりにするとね、あんまりやっぱ引かない方がいいのかなって。もうほんとさ、やっぱやっぱ動画のネタ的にすごい なんか面白かったのかな、わかんないけど、良かったと思うんですけど、あのね、マジでダメ、マジでダメ、この服、もうやだ、もうこのゲップクローダー、もうゲもうなんか服とかない、一切なかった。これ福袋って言ってるけど、なんかさ、福袋ってなんか本当に良くないのばっか入ってるのとか、いいのばっか入ってるとかも全然あるかもしんないじゃないですか、福袋だから。なんかいいものとかゴミみたいなの、なんかそのオーダーじゃなくてリアル福袋引いた時の話なんですけど、なんかゴミみたいなおもちゃとか入ってたり、でもなんかすげえ欲しかったもの、うわーいいもの入ってるとか、なんかそういうのなんかあるじゃん、なんかいろいろごった混ぜにして入ってる福袋、なんかリアルで買うとか。もうこれはもうなんか本当にゴミしか出ないことさえある。まあ、ゴミって言ってもさ、もしかしたらなんか本当に上級者っていうか、めちゃくちゃ強い人からしたら、まあ、なんかいいスキル本当に使えるっていうスキルもあるかもしんないんですけど、まあ、こういうね、でもなんかほとんど被り、
ほとんど被りで、しかもこれも同じような効果の持ってるんですよ。まあソードスキルの攻撃モーション、まあこれショットだかんな、ショットってあれ、あ、ショットはまだいいのかな、サベージか、なんか、まあ、勇気1枚以上とか勇気何枚以上装備士とか満たすのにいいかもしんないけど、まあ、それを満たす機会があるかわかんない、まあ、とにかくほとんど被ったんで、スキルレコード俺400何枚かくらい持ってるんですよ。423枚になったのか、まあ、400枚台の人はもう引かない方がいいって思いました。もうダメ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りありがとうございました。さあ、はい。